はい、はい、続いてのネタですが、こちらです、はい、ありがとうございます。じゃあオープン、いちごカンパニースイーツラボ。おー、いちご大好きです、嬉しい。ここがいちごカンパニーって書いてありますね。スイーツラボ、ラボってわかります？確かに、なんだろう、ラボってよく聞くけど、いちごの、いちごの粒ってことですか？じゃあここもお任せしますんで、はい、行ってきてください。じゃあ行ってきます。やったもう美味しいだけじゃないですか、こんなのね。真っ白ロードです。わ、すごい、見てくださいよ、ここにもいちご、あそこにもいちご、出迎えてくれるのもいちご、いちごです。じゃあちょっとお店に入ってみましょう。失礼します。こんにちは。わー、すごいすごい、やばい、おいしそう。へえ、めっちゃ大きい。R、L、ライト、レフトってこと？これ逆じゃない？もう一個、はい、ではご用意いたします。ありがとうございます。お席でお待ちください、はい、うわ、綺麗。ここは外国ですか？1号ですね。来てる、楽しい。あ、届きました。見てください、いちごミルクとショートケーキとプリンです。じゃあいただきます。いちごミルクからいただきます。外暑かったのでね。うーん、甘い。うん、なんか粒が入ってます。すごい粒々を感じる。よく混ぜて飲んでくださいって書いてある。え、嘘。看板に。やばいやばい、すいません、よく混ぜでですね、承知しました。確かにこの粒々感がめちゃめちゃアクセントになってます。うーん、幸せ。いちごとクリームとプリン、幸せ。なんかプリンの部分は本当にクリームみたいなくらい滑らかで、キャラメルだから、そうですね、キャラメルの風味がふわっとして、おいしい、おいしすぎる。めっちゃ大きい。いただきます。クリーム結構さっぱりしてる感じで、なんかそうですね、一口総出で全部いちごが主役となっている感じがとてもあります。ちょっと半分ぐらい何言ってるか分からないです。嘘嘘あれ嘘、私は一直線だったんですけどね。スイーツがもうどれも本当に美味しかったです。ありがとうございます。体に染み渡るような幸せでした。ありがとうございます。で、あの彼と、はい、もうとても目が合って気になっていたんですけど、こちらのこの
絶対に地に足をつけないスタイルのいちごさんは、これは何ですか？まあ、もともといちご姫非常に果肉が柔らかいんで、はい、大きいものについてはこういった形で提供させていただきます。確かに本当に大きい。あの RL って書いてありましたけど、はい、レギュラーとラージサイズっていう形ではい、ちょっと一回とレギュラーと レギュラーとラージ、ラージ、はい、すいませんでした。こちらはラージサイズで35グラム以上ですので、まあ、1粒1000円で販売しているタイプでございます。その1000株あっても何個も取れない状態ですので、あ、もう、はい、すごい希少価値、まあまあ、はい、そういった形ですので、じゃじゃん、見てください、このソロ活動をしているようないちごさん、すごくないですか？こうグループ活動をしているいちごさんは見るんですけど、おいしそう。こんなに緊張することない。はい、この手に1000円のいちごがいただきます。トリタさん、カフッと食べますよ。食べてください。いただきます。甘いし本当に果肉が柔らかいですね。じゅわっとなくなっていっちゃうような、本当にとろける。もうなくなっちゃった、いなくなっちゃいましたもん。うわなんかこうジャムみたいな、なんか煮詰められてるんじゃないかって思うくらい柔らかいような感じ。そのくらいもう甘さもそうだし、いちごの場合は本当先端がね甘いんで、あの下の方行くと甘くないんじゃないかなと思うんですけど、そうですよね、結構まだ普通の十分甘いかなと思います。美味しかったです。1000円が口の中に溶けていきました。ごちそうさまでした。この今食べたいちごをすぐそこで作られてるんですか？はい、そこで作ってますので、お、見に行きましょう。じゃあ、はい、お願いします。それでは五十嵐さん、案内をよろしくお願いします。はい、じゃあどうぞ。はい、見えてきました。あ、すごい、いちごが、いちごがいる、はい、これはライトで温めてる。今 LED を使って栽培してる、はい、ですので花を再現させて、いちごがいつも花芽を出して作れる状態をこの部屋で再現すると。じゃあもうこのみんなは春だと思ってるんですか？はい、わあ、みんな春だってよ。外に出たら夏だよ。しかも、まあ、人の手では受粉できないんで、一応蜂を飛ばして受粉させてます。すごすぎる。どうしてイチゴを室内で栽培するようになったんですか？もともとはそのちょっと山の方に小学校、元の廃校になったところの教室を改装して、はい、そこで何かできないかということで思案してたんですけれども、はい、たどり着いたのがイチゴだったっていう。イチゴの季節じゃない時期にも食べれるってすごい、お客様だとか、やっぱパティシエさんだとか、その使いたいっていう方からはやっぱり喜ばれますよね。あと夏、イチゴのシーズンが終わったら、じゃあ次の別の仕事しなきゃいけないっていう農家さんが、ずっと通年でイチゴの栽培できるっていうことも一つ大きなメリットになるんで、若い人たちにもこうなんとかこう参入いただけるようなシステムにしていきたいなというふうに思ってます。なるほど。あのいちごカンパニースイーツラボの、はい、ラボって何ですか？いや、あのいろいろ開発していきたいっていうことなんで、
研究的な内容、まあ、そういう形でスイーツもいろいろこう考えてやっていきたいということで、なるほど、そういうネーミングをしています。この場所で生まれるものがたくさんなんですね、はい、そのラボでした、はい、そういうことです。いただきます。いちごカンパニースイーツラボです。皆さんもぜひ